全部塗っても構わへん、全然もうバチッと合わせてるから。下手にぼかして黄色くなるぐらいでも塗り切ってまい。おはようございます。おはようございます。いつものお願いします。ご苦労様です。 BSC チャンネルお帰り。ちょっと待って、汗まみれ。ちょっと待って、拭いてから撮っていいって言ってから撮ってほしい。日が暮れます。はい、カウンタック連日連夜続いてます。はい、続きです。はい、先週か先日かわかんないですけど、右のフェンダー乗り終わってます。はい、で色も完璧ってことを確認した上で、次はこっちです。ドアの上の部分やね。はい、必殺、僕がいつもやってる角で切る。これもまたいつもやったら余裕でやってんねんけど、車が車だけに緊張しますな。いいですな。まあでもオリジナル塗装を残すっていう使命感を持って挑みましょう。はい、はい、でこの隅のこの部分ですね、最後の最後までやってましたけど、透明なんで鉄板の上から塗るのっていう、コメント来そうなんで言っておきますが、 UV サフ入れてます。うん、いつも入れてます。はい、ここもまあ下地だいぶ時間かけたって言ったらめっちゃかかってるように思うかもわからないけど、いつも通りなんですが、はい、集中してやりました。はい、はい、なんでいよいよボディは最後ですね。はい、残すは羽スポイラーだけなんで、はい、ちょっと終わらせましょうか。はい、はい、じゃあ部長塗装助手カウンタックを塗る続きお願いします。はい、じゃあ塗る準備していきます。はい、はい、ベースですね。はい、行ってみよう。
綺麗だな。クリアですね。いや、もうちょい強い方がいいんちゃうかな。お疲れ様です。はい、ボディ塗り終わりましたね。どうですか。いや、楽しいです。楽しい、はい、いいですね。はい、まあ、楽しんで塗るっていうのが一番ですね。はい、いやいや、やるよりも貴重な経験させていただいて、テンションがすごい高いんですけど、汗がすごい。あとやっぱりちょっと旧車特有のホコリがやっぱ舞うな。ちょっとどうしてもいろんなところから見たことないような、まあ、それは許容範囲やね。はい、最後に処理すればいいだろうし、はい、まあそうだね、この旧車の塗装感を 100% 再現できてるかって言われるとちょっと厳しいけど、まあ、限りなく、あと何より色自信あるね、うん、全く一緒でしょ。下側だけ外させてもらったけど分かんないでしょ、うん、お客さんが僕に第一声目に言ってきたのは、はい、やっぱり塗装の色、はい、違いっていうのをすごい気にしてて、でコンピューターで測ると正確なんですよねっておっしゃってたんで、まあ、正確は正確だけど最初やっぱ人がやるものだから、一から人がやるよりは正確性は上がるよねっていう話してて、まあ、そこに関しては俺も今回バッチリ答えれたかなって思ってます。はい、はい、あとはどうしてもその下地に関しては旧車というか古い車なんで、はい、まあ、やれることやって炭の方とか、はい、やっぱどうしても塗装っていうのは液体なんで、はい、下のだから下地って大事なんだけど下に左右されるんで、はい、まあ、今回全部剥離とかそういうわけじゃないんでね、まあ、極力残して、はい、残すというよりまあまあサフ入れてって感じだね。で歪み取って、まあ、これ最後バシバシ取ります。はい、とりあえずお疲れ様でした。はい、あと羽 UK が業務がいっぱいなんで僕やるわ。あ、うん、パテのとこまで今行ってくれてんけど、これ交代するわ、はい、今日中に塗るとこまで持っていこうかなと思います。はい、それで終わりやもんね。そうですね。羽だけ俺塗らせてもらっていい？どうぞ。爪痕残しておきたいからやっぱり。はい、じゃあちょっと羽僕やっていきますんで。はい。じゃあ一旦お疲れ様でした。はい、本日の動画が面白かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、お願いします。引き続きカウンタック塗装女子後編。はい、で羽。は広報細田が塗る続編お楽しみに。はい、お楽しみに。ではまた明日。いってらっしゃい。車がそういう花だから、うん、回してます。板金塗装業界盛り上がれ。チャンネル登録もよろしくね。